子を産むわけよ、お父ちゃん。天気良かったら、良かったのにな。よっしゃ、撮れた。おはようございます。今日も元気で参りましょう。朝6時の白鳥パーキングエリアです。朝ごはん段取りだけしといて、朝ごはんはちゃうとこで食べようか。うん、先急ごか。岡山県突入。はい、こんにちは、星徹子チャンネルです。今回は中国地方へ旅行へ行こうと思います。車中泊で。安全運転でよろしくお願いします。が駐車場か。続々バス来るけど、バスだけは駐車料金1000円いるみたいな。乗用車はいらんかったね。あ、岩国城や。こっから岩国城近いって書いてたわ。そういや、もうここから5分ほど歩いたら、あ、やっぱり書いてる。ロープウェイ、うん、もうライトアップするらしい。うん、すいません、セット券2枚。お二人で1940円です。ロープウェイは15分間隔。はい。わあ、すごいいいね。この錦帯橋、すぐもう岩国城が見えんの。なあ、足元気つけや。ここ平日でよかったんちゃう？もうこれ平日でこの観光バスやもん。すごいで。観光バスだけ駐車料金1000円やったな。土日は取るんかな。この錦帯橋に近づいてきたら雨も止んだやん。あんだけ降ってたのに、もう宮島過ぎたぐらいの時土砂降りやったのにさ。岩国に入る時になったら雨止んで。今からあのロープウェイに乗って岩国城行くねんで、うん、とこの錦帯橋の往復チケットで970円。そんな高くないね。そうやな。おいでませ山口へって最近 CM 見るんで、そうや昔ようやってたよな。おいでませ山口へ。ロープウェイに乗って岩国城に行きます。よいしょ。広い道って何？広い道でいい？山道行く？広い道で？涼しいな。私
汗だくになるかな思ったけど、見えてきたで、石垣が。おお、現れたで、お城現れた。めっちゃかっこいいやん。だと入るやつもらってるもん。お天気よかったらもっとええねんけどな。ちょっとお天気悪いのがあかんな今日は。山口って毛利やな。シャクタ毛利元成ちゃう。ヒゲ生やさなあかんねやろな、うん、うわ、うん、こっちにもヒゲ生えてはるわ。そのこんな180センチながらおらんて、ね、170もないんちゃう。おすごい。うわ涼しい。錦帯橋も見える。海まで見下ろせるやんなあ。ずっと遠くまで。見えてきた。見えてきた。いろり山賊。晩やったら綺麗やろね。はい、到着。まやな。どこ止める？お、どこでもいいよ。すごい。はい、星月子チャンネルです。よっしゃ、食べた。これがメニュー。山賊焼きやろ。で、おむすびも言うやろ。あゆも言うやろ。食券買うの。あ、ここで。え、食券どこで買うの。中入って食券買うの。んー、え、これちゃうの。あれ、そう、山賊二つにし、すみません。よし。いらっしゃいませ。奥行こうか。はい。テーブルクロス。はい。焼いてる。これがあの何か。うん。よし。山賊にし。うん。お疲れ。今出して。これ山賊おにぎり。むすび。むすび。うん。いろいろ入ってるやん。うん。あ、私梅干しの方だ。あ、こういうことか。うん。こっち昆布。うん。いくの？うん。やっぱりもうちょっと前。それ餃子やろ。うん。あ、そういうこと、ね。すごいな、ほんまに山賊やね。なんかめっちゃ雰囲気がいいよな、うん、雨降ってるからちょっとシートにしてはるけど、たまらん美味しさ。このタレ外に売ってたで、うん、山賊焼きのタレ。キャンプでも使えそうやな。おいしい。ちょっと小ぶりやけどね。してるよな。山賊むすび、梅干しと昆布と鮭が入ってます。入れそう。入れそう。恵比寿の庭。
父ちゃん奥もすごいですごかったうんいろいろあそうなんすごいなこれごちそうさまでした、はい、ありがとうございましたありがとうございました夏は大変やね暑くて夏は大変ですね大変やなごちそうさまでしたひろり山賊さんありがとうございました今回山口来たのもひろり山賊に行きたいからこっちのルートを選んでんけどずっと行きたかってなんかテーマパークみたいなすごい なあまだまだ見てないとこいっぱいあると思うねなんか遊歩道もあるとか言うてはるしこれこの山一帯がいろり山賊さお父ちゃん見やんかったけど奥の方もなんか神社みたいなのあったで仏像とかも山口県岩国市錦帯橋とか見たりされた時はこちらのご飯食べに来てください山賊焼きも美味しかったし、山賊おむすびも美味しかった。若い子はインスタ映えするわ。そうやな。また山口県来たら来ましょうか。はい、安全運転でよろしくお願いします。集団工業地帯。うわあ。じゃこら。やばい。すっごいなこれ。いやー。お父ちゃんさっきの記念館はここを切り取って人形を置いてしてはんねんなこんな感じやってやるなすっごい人数の人いてたけどな、うん